はい、どうもみなさん、こんにちは。シャンロンです。ということでね、今回なんですけど、今回はですね、このね、YouTube にある、海外のね、ストリーマーの人たちが配信を切り忘れてね、まあ、ちょっとやばいことをしてしまうっていうのが、まとめられたね、動画があるので、今回はね、それを皆さんと一緒にね、見ていこうかなと思います。まあ、これね、今画面に映ってるのを、ちょっと怖いんで、モザイクかけとくんですけど、じゃあ、早速見ていきましょう。ランキング形式でねまとめられてるんで、これをちょっと皆さんと一緒に見ていきます。これ何してんの？でも何してんの？配信切り忘れとか関係なくない？これもう何してんの？いやちょっと待って。てか部屋めっちゃ綺麗やな。全然気づかなかったんだけどさ、ここに猫いるんだけど。はい、ということで次ですね。次、はい。ああ、なるほどね。まあこれで隠したつもりだったと。ああ、危ないね。これは危ないよ。これ多分、見えてないと思ってるからね、これ本人は。本人は今映ってないと。まあそりゃそうなる、そうなる。配信のさ、この画面を切り忘れてて、服着替えててさ、全裸映ってたらまずいよね、普通に。バンされちゃうしね、しかもこれって。ね、ウォーってなってるもんね。危ない危ない。ちゃんと隠しましょうっつってね。隠しましたね。これも、今これ画面が切れてると思ってんだよね。みんな多分。え、これは何してんだ？これは、なんだこれ。これ女の人が服を脱いで、それに対して男の人がお金を投げる。これ危ないね。これ危ないな。これ、ここまで危ないな、この映像。はい。配信中ね。ああ、あれ、彼女かな？お母さんかな？配信してんぞ、俺って言って、今。いや、でも早かったね。判断早かったよ、この人は。もう、抱きつくとこぐらいまで来てたらね、ちょっと危なかったね、今。エイペックスをやってる時に起きた話と。また猫いるね。ああ。ちょ、そんな流していいもんじゃないって。これモザイクやな、これ多分。多分今これモザイクかってね、ね、何起きてるかちょっとみんな分かってないと思うんだけど、この人ね、猫投げました。思いっきり。思いっきり猫投げた、上に。TSM じゃん。なんだお前。おい、イチャつくな。おい。なんか猫来た。猫？犬？なんだ？犬か。犬だ。猫か。どっちかわかんないな。あ、なんか来たね。何してんのこれ。何してんの？おい、カメラ切り忘れてるよ。あ、何してんのこれ。もうモザイクやん、これもう。やっぱ配信ね、切り忘れマジで怖いから。特に顔出ししてる人はね。あー、これさっきの投げた人ね。あー、投げた人か。投げんなよ、それ。あ、なんかお酒飲んでるわ。猫2匹飼ってんな。おー、やばい。おい、猫にお酒渡すな。口移しで。え、これお酒水？でもよくわからんけど、多分これ取り上げられてるってことは多分、ちょっとダメなやつなんだろうな。お酒的なの飲ませたんかな、今。何かわかんなかったけど。なんかピザ持ってきたわ。ピザ食ってる時の表情じゃなくないそれ。おい、彼氏、急ぐな。おい、急ぐな、急ぐな。おい、彼氏、おい、ピザ食ってんねん。おい、ピザ食って、配信が、ちょっと待って、今の表情がマジで面白すぎるんだけど。おーとか言ってさ、もう余裕ばっかりで、ピザ食ってるよ、俺今、見て。ほら、見てね。おーっつって。男の人もノリノリでしょ。あ、配信やばい。あ、
男の人突き飛ばされてるのもすごい光ってる。めっちゃ光ってんだけど、なんだこれ。めちゃめちゃおしゃれなライトが、うん、何が起きた。ああああああ自分でも気づいてるのこれ。オーマイガーって言ってるもん、口で。チャッド・ジョンソンのカットが climbed onto the computer and pressed the hotkey for going live on Twitch。え？これ猫が、え、何？猫が押したってこと？ボタン。猫が押しちゃったってこと？あ、なんか通話みたいなのかかってきてる。配信ついてるぞみたいな感じで起こされたんかな。てかさ、今気づいたんだけど、これも、猫投げたやつも、猫にこれ、水みたいなやった人も、この汗拭いてた人も、この人問題起こしすぎやん。